ロジャー・エイバリーは、アメリカの映画監督、脚本家、プロデューサーである。出生時の名前は、ロジャー・ロバーツ・デイバリー。カナダのマニトバ州フリンフロンで生まれ、アメリカのアリゾナ州オラクルで育った。父は、ブラジル出身の深部行動屈作技師、母は、ドイツ人の理学療法士である。1980年代、クエンティン・タランティーノと同じビデオショップで働いていた。 ことをきっかけとして映画界に入る。ノンクレジットではあるが、タランティーノと共に、トゥルーロマンスを手掛けた後、キリングゾーイで映画監督としてデビューした。パルプフィクションでは、タランティーノと共に、アカデミー脚本賞と、英国アカデミー賞オリジナル脚本賞を受賞した。1990年代は、タランティーノの影に隠れていたが、2002年に監督した。 ルールズ・オブ・アトラクションが公表されたことから注目されるようになった。2019年には映画レビューサイトレターボックスにて日本のアニメ映画、映画この素晴らしい世界に祝福を。紅れない伝説に隣のトトロや魔女の宅急便と並ぶ最高評価を投票し映画ファミアアニメサイトを騒然とさせたことが報じられている。ありがとうございます。